じゃあ最後の授業です。では今日マルコによる福音書の11章の19節から21節まで枯れた一軸の木について一緒に考えてみたいと思います。じゃあ読みましょうか。マルコによる福音書の11章の12節から14節と19節から21節までですね。じゃあ読みます。翌日彼らがベタニアを出た時、イエスは空腹を覚えられた。葉の茂った一軸の木の遠く、一軸の木が遠くに見えたので、それに何かありはしないかと見行かれたが、そこに来ると葉の他は何もないのに気づかれた。一軸のなる季節ではなかったからである。イエスはその木に向かって言われた。今後いつまでも誰もお前の実を食べることのないように、弟子たちはこれを聞いていた。さらに19節から、夕方になるとイエスとその弟子たちはいつも都から外に出た。そう、朝早く通りがかり見ると、イチジクの木が根まで枯れていた。ペテロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧なさい、あなたの呪われた一軸の木が枯れました。まあ、これも皆さんは読まれたことがあると思いますが、イエスがですね、空腹を覚えられたというふうにあります。そこにちょうど葉の茂った一軸の木が遠くに見えました。そこでイエスはそこに何かありはしないかというふうに思って見に行かれたとありますね。ところが葉のほか何もなかった。そこでイエスはその木に向かって言われた。今後いつまでも誰もお前の実を食べることのないように、朝早く通りがかりに見るとその一軸の木は根まで枯れていたというふうに言われていますね。大変不思議な、まあ、出来事ですね。これにはいろんな解釈があるだろうと思いますけれども、そういう複雑なことは述べないで、たった一つのことだけをここから皆さんにお話ししてみたいというふうに思います。それはイチジクの木とは何かということですが、ご存知のようにこれはイスラエルの民族を指しています。で、桜がちょうど日本を象徴するように、イチジクの木はイスラエルを象徴しますね。で、イエスはこのイスラエルに実を期待されたとありますね。ところがイエス様の時代にですね、このユダヤ人の中にあったのはもう葉ばっかりで、実がなかった。言い換えれば宗教はもう形だけで実質のないものになっていた。まあ、イエスはそれに大変失望なさったということだと思います。で、本来イスラエルは神様の選民であり、大変大きな使命を持ってこの地上に来た民族ですよね。それなのにですね、まあ、イエス様の時代にイスラエルは神様が彼らに与えたところの使命を果たしている状態とはとても言えなかったわけです。もちろんかつてはもうエレミアやイザヤといった優れた預言者たちを輩出して人類に対してこの驚くべき使命を果たしておったんですけども、イエス様の時代には本当にそうした内容が全くない形式的な宗教になってしまっていた。そのことでイエス様はとてもがっかりなさって、今後いつまでも誰もお前の実を食べることがないようにと言われたんだというふうに思います。そこで今日皆さんと一緒に考えてみたいのは、このイスラエルの人々に神様から与えられた使命があったようにですね、これは使命があるのはこの民族だけではなくて、この我々にも使命というものがあるんではないか、その使命について考えてみたいわけですね。実は神様は人間だけではなくて、神様が作られた全てのものにこの神様は使命をお与えになっているというふうに思います。自然界もそうです。内村鑑三という人は、まあ、地理学校、地理についての本を書きましたね。で、その中で、
地球の目的は人類をそこで発達させることであるというふうに言っています。そして地球の地形にもそれぞれの使命があるんだというようなことをその本の中で書いているんですね。山には山の使命があり、平地には平地の使命があり、そして海には海の使命があるんだ。で、例えば山というものはどんな使命を持っているかというと、確かに山は人の心を高めてくれます、まあ、こういう役割をしますよね。内村は言います。山は天よりの目視の下るところなりと言っています。山は天に近いので天からの啓示は山から来るんだって言ってるんですね。確かに山は僕たちの心を地上から引き離して非常に高い方向に向かわせてくれる、まあ、そういうような素晴らしい働きを山はしてくれるなと思いますね。同時に山に使命があるように平地にもあるんだと言います。平地の使命は何かと言いますと、平地には人が集まります。人が集まりますと交流が豊かになります。で、いつも大都市というのはこの平地に作られるわけですね。そしてさまざまなところから人が集まるので、刺激も多い、学ぶことも多い、まあ、これが一つの平地の大きな使命だというふうに言えるかもしれません。で、僕は田舎の小さな町から、まあ、当時、まあ、熊本といえばその田舎の町からすれば大都会だったんですね。そこにある学校に行きました。で、1学年でそこは60人ぐらいの小さな学校ではありましたけれども、この何と言いましょうか、学生は九州全域から来ていたんですね。で、遠くは山口県からですね、来ていました。ですから60人ぐらいですけども、さまざまな県から来ているので、違った環境で育った人たちから随分刺激を受けましたね。まあ、そういう意味ではこの平地には人が集まる、人が集まるとそこから受ける影響も大きいということですね。もしいかがでしょうかね、まあ、東京の大学に行ったりする人は、東京はもう全国から人が集まってくるでしょうから、その交流は全国区になりますね。それだけ刺激も多い。ですから、まあ、ある意味皆さんが在学なさっている聖書学院もね、数は少ないですけど、みんないろんなところからおいでになりますでしょ。で、それはそれで大きな刺激を受けることができるんだというふうに思いますね。ですから、そういう意味で平地は都市を作ります。で、多様な文化を生み出します。で、しかしながらこの山で学ぶことはとても高く深いものがありますけど、平地は人が非常に大勢、多様性があります。ですから山で学ぶほどに高くはないかもしれないけれども、しかし非常に広い視野を持つことができるのではないかというふうに思いますね。また海には海の使命があると彼は言いますね。海は平地よりもさらに広い世界へと通じています。大きな抵抗なく海を渡って人は外国へ行くことができますよね。だから僕たちも海を見ると、あるいは港からですね、この海を見ますと、遠い外国に対してですね、思いを馳せることができます。こういう意味でですね、不思議にですね、神様がお作りになったものは、山には山の使命があり、平地には平地の使命があり、そして海には海の使命があるというふうに言うことができると思います。内村はですね、その詩人論の中でこう言ってます。歴史は山に始まり、平原を通過して海に終わるんだ。随分なんかダイナミックなことをですね、言っています。ですね。まあ、そういうふうに、このそれぞれに使命がある。同じように、ある人はですね、民族、それぞれの民族に使命があるんだと言ってますね。で、まあ、人類の歴史を、キリスト教発展の歴史という角度からだけもう見ますとですね、これはもうさまざまな民族を通して福音というものが世界へと広がっていったんですね。まず神様はユダヤ人に独自の使命をお与えになりましたね。つまりユダヤ人の貢献の最たるものは何か、これはもう聖書を提供したことです。もうこれだけでユダヤ人は歴史的な
民族ですね、これ以上の人類に影響を与えるような書物をですね、提供することができない。これはユダヤ人の民族史を通して、この与えられたものでありますね。で、次に用いられたのはギリシャ人だったある人が言いました。新約聖書はこのギリシャ語、彼らの民族の言葉によって書かれました。それだけでなくてですね、当時、地中海、いわゆる世界と言われるところで、最も共通の言語として使われたのはギリシャ語でしたから、ですからそのギリシャ語のおかげで福音というのはあっという間に当時の世界に広がっていったという意味でギリシャ人は大きな貢献をしたわけですね。でその後、ね、ローマ人も貢献しました。でローマ人は法律が好きでありましたね。でその法律によって、教会というものを非常に制度化していって、あの巨大なローマカトリックというものが生まれた。そのためにこのローマ人は貢献したと言っています。しかしながらそのローマカトリックがですね、だんだん腐敗していきますと、今度はゲルマン民族であるこのルターを使って、そしてそこに教会の再生というものが行われましたね。宗教改革が起こって、でその後今度はイギリスやこのアメリカに住むアングロサクソン人を使ってですね、彼らの英語が世界の共通語に今度はなっていましたので、それを通して福音というのはあっという間に全世界へと広がっていった。まあそういう意味では随分その過去の歴史の中でもそれぞれの民族に特有の使命があったんだなというふうに思いますね。それから日本にはどういう使命があるんだろうかというようなことをですね、問いかけている、そういう書物も読んだことがあります。まあいずれにしましても神様が作られた自然に使命があり、そしてまた民族に使命があるように、皆さん我々一人一人に実は使命がある。このことはぜひ皆さん覚えていただきたいと思いますね。そして人生の最大の日は何かというとですね、それは、ああ、私はこのためにこの世に使わされてきたんだなというふうに自分の使命がはっきりと分かる日。これが人生で一番大切な日だとある人は言いましたね。で、そういう意味でですね、この僕はクリスチャンになりましてですね、この人間には使命があるということを知らされた。キリスト教は何よりもですね、このことを、まあ、僕に教えてくれたというふうに思います。それまではですね、人生というものはこれは自分の好む道を自分で切り開いて進むものだというふうに考えていました。そして自分の願い通りの人生を生きること、あれが生きた人こそ幸せな人なんだというふうに思っていたんですけれども、でもですね、僕自身もそういう自分の好む人生を進もうとしたけども挫折しました。それで現実にはなかなか思うように自分の人生が願い通りに進まない、その現実、それはもう僕はですね、この何度も言いましたように高校時代にそれを経験しましたですね。で自分の学びたい勉強ができない、大学にも行けない、でそういう挫折の中で僕は宣教師にあったんですね。それでも心の中にはなんで自分は不幸なんだというふうに思っていました。そんな自分を見て宣教師は僕に言いました。米村さん、鉛筆は小さいかもしれない、値段も安いかもしれない、だけれども、ね、多くの人はその結果軽んじるけれども、でも鉛筆にはどんなに小さくてもですね、値段が安くても鉛筆にしかできない仕事があるんですよ、とこういうように言われた時に、僕はですねふっと目が開かれたですね。あ、そうだ、ね、僕は鉛筆になろうと思いました。値段は安くてもいいじゃないか、小さくてもいいじゃないか、目立たなくてもいいじゃないか、しかし自分に神様が与えた人生を生きようと思った。それが私がクリスチャンになった時の最初の目覚めでしたね。その時私は初めて知ったんです。人はみんな神様から使命をいただいてこの地上に生まれてきたんだなということがね、分かりましたね。で、だからですね、もうすでに神は我々になすべきこと、我々特有の使命をね、私たちのうちに与えてこの地上に送られたんですから、何も
今から生きがいを求めようとする必要はない。で、あるいは自分で何者かになろうとしなくてもいい。すでに使命が与えられているですね。で、私はだから神様が与えてくださったその人生を生きさえすればいいんだと思ったらですね、僕は非常に楽な気持ちになりました。で、このように人はみんなその人しか生きることのできない人生というものがあるんだというふうに思いますね。パウロも言っています。自分の人生を終わるときに私は自分の走るべき工程を走り通したと言いましたから、彼が走ったのは何だったのか。自分が走るべくして走った工程だったんです。そのように一人一人にその人が走るべき工程っていうものがあって、もうすでにそれは神様が我々に与えてくださっている。だから私たちはどの人生を歩もうか、この人生を歩もうか、どうしたら自分の道は開けるのかというふうに考えなくても、神が与えてくださった人生を一歩一歩歩んでいけばそれでいいんだというふうに思いますね。そこで僕は思いました。じゃあ自分の人生の使命というものをどうやって見つけることができるのか。もうすでに与えられているとするならば、それは一体何なのかというふうに思いました。で、これについてもですね、もう先日皆さんにこのお話ししましたように、内村鑑三という人は転職発見の道でこう答えていますね。転職はいくら悩んでも分かりませんよと言いました。考えても分かりませんよ。むしろ転職はどうやってあなたのもとに来るか、あるいはあなたに分かるか。それは目の前の仕事を通して初めて分かるんですというふうに言っています。だから彼は力強くこう言いました。何時の全力を注ぎて、何時が今日従事しつつある仕事に当たるべし、さらば遠からずして、何時は何時の転職に到達するをうべしと言っています。言い換えれば、目の前の仕事に励みなさい。するとそれはやがてあなたを、あなたの使命へとしっかりと導いていくだろう、とこういうふうに言ったわけです。それがですね、私が使命について考えて、自分の使命は何かというふうに問いかけたときに分かったことです。結局、与えられている。それは何か、今日自分のなすべき仕事、これに自分が全力を尽くすことが、これは今自分に与えられている使命なんだ、と分かりましたね。後に有名な医者となりましたオスラーは、やはり大学の卒業を前にして、将来のことでとても悩んでいました。一体自分はどんな医者になるべきなんだろうか、どういうふうに自分は歩むべきなんだろうか、というふうにですね、自分の人生で悩んでいた。その時彼は一つの本を手にしました。その本の中に、トーマス・カーライルという大変有名な文学者の言葉が書かれていました。それで、彼は光を得たと言っています。で、その言葉は何かというと、こうです。我々の重要な務めは、遠くに霞んでいるものを見ることではなく、目の前にはっきりと見えるものを実行に移すことである。で、これを読んだときにですね、彼は言っています。極平凡ではあったが、この言葉は私の胸を打ち、私の脳裏を離れず、私の役に立ってくれた。この言葉を契機に、私は自分に与えられた唯一の才能を最大限に生かす習慣を持つに至ったのである。その習慣とは何かということについて、オスラは言いました。明日を思い煩わず、過去を忘れて、今日を生きるという習慣だと言いました。皆さんですね、我々の使命は、ね、過去を思い巡らすことにはありません。で、未来のことを心配することにもありません。我々の使命はどこで発見するか。今日、自分の目の前にある仕事を行うことがですね、我々をしっかりと自分の使命に導く道なんだということですね。まあ、人生に悩んでいたオスラーは、今日という最も身近なことの中に、
人生で最も大切なことがあることに気がついたわけですね。ですからその都度オスラーは学生たちにそのことを話したと言われていますね。彼はある時ですね、船が出発する、自分の船が出発する時のことを思い起こしました。船長はですね、出発する前に全部の船員に言うそうですね、この船の中の全ての扉を閉めなさいと言いました。つまり船の船底の全ての部屋の扉を全部閉めなさいとまず命令する、出版する前ですね。で、それで、どうしてですね、そうするんですかとオスラーが聞くと、このことは船の安全のために最も重要なことなんですと言いました。なんだかわかりますね。これは全部閉めていく、もし氷山にぶつかったりしてもですね、水が入ってきても全てのドアが閉まっていると一室だけで止めることができます。ですからドアを閉めておくということはとても大事なんだということを船長は話したんですね。その時オスラーは思いました。我々の人生でもドアを閉めるということは大事なんじゃないか。そこで彼は思いました。私たちはまず第一番目にこの人生を出版しよう、進もうと思うならば、まず未来という扉を閉じなければなりませんと言いました。そしてもう一つは過去という扉を閉めなければなりません。そうするとあるのは今日という部屋だけです。そこで全力を尽くすのです。これがですね、人生をですね、生き生きと生きる道なんだということをオスラーは学生たちにいつも教えたというふうに言っていますね。ですから私たちもある意味においてですね、今日のこの日を全力を尽くして生きることが実はしっかりと我々の使命を果たす道だと思います。驚くことにですね、イエス様もまたそれと同じ方法を取られました。で、イエス様ほどに大きな使命を持ってこの地上に来られた方があったでしょうか。彼の理想、思想はもうとても大きくて深くて、その影響というのは全人類に及ぶものだったですよね。にもかかわらず、なんと地上におけるイエス様の生活は我々と同様にその多くが実は単調な日々の連続だったんです。で、次の言葉がそのことを示しています。イエス様はおっしゃいました。だが、私は今日も明日も次の日も進んでいかなければなりません。これがイエス様がおっしゃった言葉です。イエス様はですね、今日も明日も次の日も進んでいかなければなりません。で、この言葉ほど簡潔にイエス様の生き方を語るものはないと思いますね。イエス様は右にも左にも攻めないで、目の前のことをですね、今日も明日も次の日も継続していけば、淡々とですね、単調な日々を繰り返していかれた。おそらく30年のですね、見えないその生活もそうであっただろうし、3年半の彼の働きも、非常に彼はですね、この今日も明日も次の日もですね、進んでいく。で、目の前にしっかりとですね、目を据えて、この目の前の仕事に向かっていかれたんだと思いますね。で、考えてみますとですね、我々大多数の人生も皆さん同じですよ。で、本当に単調な日々の繰り返しです。ですね、それをつまらないと思う人もいるでしょうが、あるいは一体こんな生活の連続で自分の人生を終わらせていいのかと悩む人もいるかもしれませんが、しかし、イエス様の人生がそうであったということは、ね、とても我々を慰めます。私たちの人生も多くの場合は単調な日々の繰り返しですね。で、僕は思いました。自分の人生をこの振り返ってみてもですね、実に単調なこの日々の繰り返しでしたね。でも僕は思うんですけども、人生の最も深いものはそういう単純な生活の継続から生まれてくるんではないかというふうに思います。もう皆さんは今から、ね、自分の人生を一歩ずつ歩んでいかれると思うけれども、僕なんかはもうほぼ自分の人生が終わりそうな年齢に来ているんですね。ですからクリスチャンになって60年ですよ。で、この地に牧会をして50年ですね。
で、この50年の自分の国会生活を振り返ると、なんと単調な日々であっただろうかというふうに思いますね。で、今もそれは変わりません。で、まあ、僕のですね、最近の生活を紹介しますとですね、朝起きると僕はすぐに散歩に出かけますね。だいたい最近は朝5時に家を出ます。で、1時間ほど歩きます。まだ真っ暗ですね。誰もいません。寂しいけれども、ね、そこが何とも言えないですね。神様おられるのを感じます。ですから私にとって散歩は祈りですね。で、そして歩きながら、時には目をつぶって歩きます。でも歩き慣れた道なので、目をつぶったってそんなに間違わないですね。そうやって歩きながら、多くの着想が与えられるのは散歩の時ですね。で、それで、ね、散歩は僕にとっては欠かせないことですね。で、帰るとですね、祈り会が待っています。ですね、毎朝ですね、7時から祈り会があるんですけれども、で、僕は帰るとすぐにシャワーをして、そして祈り会に臨みますね。で、祈り会のために僕は賛美歌を選びます。通常僕は司会をしたり、賛美リードをしないので、賛美歌を選ぶのは、みんな青年たちですね、若い人たちがみんなやります。で、僕は長い間、賛美歌を集会で選んだことがなかった。で、祈祷会に来る人は、まあまあ、ご年配の方が多いので、それで、まあ、僕が選ぶ。そうすると、まあ、申し訳ないけど、僕は古い古い賛美歌を選ぶんですね。それが僕にとっては、自分の信仰を養ってくれた賛美歌ですから、アイザック・ワッツだとか、あるいはチャールズ・ウェスレーだとか、トーマス・ヘイスティングスとかいう人の書いた、そういう賛美歌を選んで、それをですね、歌いますね。選ぶのもとても楽しい。で、選ぶときには、その作家の伝記を調べます。その人がどういう人であったか。そして、いつこういう賛美歌をどのような背景の中でこの人は作ったんだろう。というふうなこともですね、調べたりしていると、賛美歌選びはとても楽しいですね。そして、それを選んだならば、今度はですね、祈り会では、内村鑑三の一日一章を読むことになっていますので、その日のページを印刷をします。そして、用意をするわけですね。祈り会はもうですね、ちょうどコロナが始まってからですね、祈り会が始まりました。それはなぜかというと、みんなと会うことができないので、この数人だけでも、ですね、来て、そしてその教会においでになれない全ての方々のために祈りましょうというふうにしたら、本当に5、6人の人ですね、来るのは多くても7、8人ぐらいですね、だいたい5、6人で祈ります。で、そして、2年以上になりますが、これを祈り続けていますね。で、僕はいつもですね、この教会に来られる方の名前を書いた封筒を全部、ね、持っています。ですね、だいたい100枚以上あるんですけども、それを順番に祈っていくわけです。で、そういうような祈りの時を持ちますね。で、その後、朝食をとります。朝食を準備するのは、いつも妻はもうね、たくさんいつも料理をしなくちゃいけない。朝は僕の番ですね。で、僕が朝ごはんを作ることになってるんですね。で、それを楽しく作りますですね。それから、その後どうするかというと、朝食が終わって皿洗いをして、そして自分の時間が来ます。で、月曜日には必ず教会便りを書きます。これもですね、コロナが始まって、始めたことですね。だって多くの人々は教会来れないわけでしょ。ですから、修法を送るだけではなくて、で、僕の心の吉祥を書きたいなと思いました。あるいは、教会にですね、会えないけれども、いろんな情報が入ってきます。お手紙が来たりします。そうしたことを全部感想のようにして、僕は手紙を書いて、そして修法と一緒にその便りを送るんですね。100人以上の方々にお送りしますね。毎週送ります。毎週ですから、もらう方も大変ですね。そうすると、まあ、切手代がもったいないんじゃないですかって言われる方もあるんですけども、皆さんね、僕は初めて毎週手紙と修法を送るようになって、なんと郵便代は安いだろうと思うようになりました。
たった84円でね、で僕の最近の心持ちだとかそうしたものを信徒の方全員にお知らせすることができる。郵便局はそれを全部ここだとね、だいたい今日投函すると翌日着くんですよ。ですぐに運んでくれる。なんとまあ安いんだと思ったんですね。ですから僕はですね、なぜこの50年間の伝道生活を振り返ってもっと早くそれをしなかったんだろうと思いました。休まれた方には必ず手紙を書くということをやっていたらば、どんなにですねコミュニケーションが豊かになっただろうと思いますね。でそうしたら2ヶ月ぐらい礼拝が休みになりました。で2ヶ月後に皆さんが戻ってきました。もう本当に再会を喜びましたね。そうして礼拝が始まるとある人が言いました。あれ、礼拝が始まるのはとても嬉しいけれども、ということはもう牧師の手紙が来ないことですねって言いました。それは寂しいなって言いましたね。ですからそれぐらいに実は手紙を書くということが非常に多くの人々の心の交流を豊かにしていたんだということをですね思いました。ですから今も僕はですね、月曜日には手紙を書くことにしていますね。教会のすべての方にですね、手紙を書きますね。で、まあそうして、その後、修法を書き、それから、この説教を準備していくわけですね。まあ、こうしたことをやります。そして日曜日が終わると、また同じことを繰り返します。まあ、コロナの時はなかなか小さな集会ができないんですけども、コロナのない時には小さな家庭集会がいくつもあるので、そういう集会もやる。でも50年間、こういう仕事をずっとやり続けてきました。多分ですね、これからまだ健康である限り、それを続けていくんだろうなというふうに思います。振り返ってみると、もう50年というのは、これ単調な牧会生活だったというふうに思いますね。でもそれは本当に単調すぎるだろうかと問われるならば、僕はそうは思いません。むしろ、ね、今日も明日も次の日もというイエス様の生き方もまたそういう単調な生き方であったことを思うとですね、その一日一日の積み重ねが結局は人生っていうものを築き上げていくのではないだろうかというふうに思うんですね。ですから皆さんはこれからどんな人生が待っているだろうかと思われますけれども、皆さんがご自分の使命を果たしたいと思うならば、皆さんに分かっていることは目の前にある仕事だけです。これを単調かもしれないけどやり続けていくときに、10年、20年、30年経ったときに、何か大きな意味のあることに我々は気づくだろうというふうに思いますね。西田喜太郎という有名な哲学者がいますが、名前だけでも知ってますか？聞いたことある？ありますね。で、この方の日記を僕はですね、眺めたことがですね、なんとこの日記は50年以上も書き続けられたもので、この全集の中に入ってるんですね。ところが、この書かれている日記っていうのはですね、驚くことにたった1行か2行ずつの、1日に1行か2行しか書いてないんですよ。そういう日記、それも単調な記録ですね。まあ、いくつかですね、この読んでみますとこんなことが1日に1回書いてあるんですね。考えまとまらずすこぶる苦しむ、夜少し書く、それだけ。次、天気よし散歩。次の日、昨夜盗賊、雨戸を外し入らんとすと書いてあります。次は雪降る、それだけですね。次は間食はしばらくやめてみたがさほど苦しからずと書いてありました。その次、菓子を食わずされど果物を食す、明日より食事のほか何物も食せざるべしと書いてありました。次、病気にて学校を休む、雨降る、こんなことがずっと書いてあるんですよ。僕が本当に滑稽に思ったのは、この哲学者がですね、なんとか間食をやめようと思って努力していることがとても愉快で仕方がなかったですね。しかもですね、今日は菓子は食わなかったぞと得意になってですね、しかし後で果物を食ったというふうに公開しているところはとても滑稽なんですが、でもこんな深い人が毎日の生活の中で小さな出来事を一つ一つやっぱりやっていってですね、その繰り返しですね。で、ですから伝記を書いた人が言っています。彼の哲学書が深遠であるのに対して、
彼の日々の記録は極めて簡潔だ。しかし、そのような簡単な記録でも何十年かを通して読むと、西田の生涯の実質が見事に見えてくるのだ、というふうに書いてありますよ。それはそのまま彼の人生だった。彼の生活がそれほど単純なものであったからこそ、あのような深い思想も生まれてきたのではないかというふうに書いてありました。ですから、どうぞ皆さんですね、我々の人生の大半は、あるいは単調に終わるかもしれませんけれども、とても深い意味があります。そしてですね、この小さな単調な生活が意味を持つのは、おそらくですね、天国に行ってからだろうと思います。ですから皆さん天国へ行って、ああ、自分の人生っていうのはそういうことだったのかな、というふうに思いますね。あるいはそうでなくても、我々の人生で見れば、人生がしばらく経ってからのことかもしれませんですね。ですからロングフェローという人が一本の矢というね、詩を書きました。で、読んでみますと、私は一本の矢を空中に放ったと言ってます。それは地に落ちた。どこか私は知らなかった。私は一つの歌を空中に歌った。で、それは地に落ちた。どこに落ちたか私は知らなかったと言ってます。ところが、ずっとずっと後に、あの樫の木に、私がいたあの矢を見出したのだ、まだ折れもせずに。そしてあの歌を、私が歌ったあの歌を、ずっと昔歌ったあの歌を、初めから終わりまで私はある友の胸に再び見出したという歌を作っています。言い換えれば、私たちのしたことがね、本当に意味があるということを、ただずっとずっと後に、私がやったことが誰かの心で生きているんだな、というようなことをですね、私たちは気がついてで、いくだろうということですね。ですから、私たちの放った言葉も歌った歌も、ずっと後に誰かの心に残っていることがあると言っているかです。ですから、私たちの使命は想像もしなかったところで成し遂げられていて、誰かの助けになっているに違いありません。まあ、そのことを思って私たちはですね、今日最善を尽くすということが大事なんだというふうに思いますね。まあ、最後にですね、みんなこの映画見たことありますが、博士の愛した数式っていう映画見たことのある人ありますね。あの映画、この前初めて見ましたですね。テレビで見たんですね。どこかね、なんだっけ、NHK のなんだっけ、映画でですね、やってましたので見ました。で、とても面白かったんでね、僕はこの作家、原作者の小川陽子さんの本を図書館に借りに行った、いくつかのエッセイがあったんですね。で、読んでみました。で、この小川陽子さんはですね、死のとこ、自分が死ぬときに枕元に置いておきたい7冊ということを本を書いていて、そしてその中に姉の日記を挙げているんですよですね。で、姉は非常に過酷な環境で日記を書き続け、やがて収容所に入れられ、14歳の若さで亡くなった人ですね。で、まあ、そうしてですね、アンネはですね、その日記の中にこんなことを書いていたそうです。ね、14歳でかわいそうですよね。アウシュビッツの収容所で亡くなった。でも、アンネは日記にこう書いていたそうです。私の望みは死んでからもなお生き続けることと書いてた。まあ、すごいですね。ですから、一生涯の死だけで終わりたくないっていう気持ちがあったんですね。それは彼女は14歳の時に書いたんですね。それで、それから1年も経たないうちに彼女は収容所に送られて命を失ってしまうんですね。でも、小川陽子さんはですね、アンネのその言葉を読むたびにつぶやくそうです。あなたの望みは叶えられたのよ、とアンネに言いたいって言うんですね。あなたが踏み入れたこともない小さな東の国で、一人の元少女が何度も繰り返しあなたの日記を開いているのが何よりも証拠じゃないと言いました。またこんなこともですね、アンネの日記について小川陽子さんは書いています。数えきれないくらい読み返した本、
作家になりたいと願う私の道しるべになってくれた本、天国へ行ったら真っ先にアンネを訪ね、お礼を言わなければならないだろうって言ってます。そして、あなたが行ったこともない東洋の小さな国で生まれた子供が、アンネの日記に感銘を受け、自分も本を書いて生きていきたいと夢見て、それが実現したのですと書いていましたね。ですから、この小川陽子さんが言いたかったことはアンネに、あなたの夢は叶えられたのよと言ってました。あなたは14歳で死んでしまったかもしれないけども、あなたが日記に書いたこと、それはそれから何十年も経って、ね、東の遠い遠い日本という国で、その中の一人の少女が懸命に読んで、それで胸を打たれていたのよということを、天国に行ったらアンネに言いたいというわけですね。僕はこういうのを読んでいくときに、ああ、一人の人の障害というものは、今すぐでなくても、やがてどこかで誰かに影響を与えるんだなというふうに思いますね。ですから私たちも分かりません。自分がいつどのような使命を果たしているのかっていうのは全部分からないですね。でも天国に行ったら、ああ私はあの時知らなかったけども、その時用いられていたのかと思いますね。ですからどうぞ皆さんですね、全部使命について全貌は分かりません。ただ分かることは、神様が今自分の目の前にあることをするということ、それを喜んで快くやるということにあるんだろうなというふうに思います。ぜひどうぞ皆さんですね、これは最後の授業ですけれども、皆さんにはそれぞれに与えられた使命がありますので、これから歩まれていく人生において自分の使命をしっかりと成し遂げていただきたい。そしてその日が来ることも望みます。ああ、このことのために神は私を選んで、そしてまた私を導いてくださっていたんだなということが分かる日が来るだろうと思います。じゃあお祈りしましょう。天の父なる神様、これで皆さんとの交わり、授業が終わりましたけれども、それぞれに何か神様の語りかけがあって、ここに学生の皆さんはおいでになっていると思います。そしてここで、あなたはここでしかできないことを学生の皆さんのうちに成し遂げておいでになります。どうぞここで学ばれたこと、そしてまたここで本当に体験なさったことが、やがて誰かの恵みとなることができるように学生の皆さんを用いてください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。はい、それではですね、いくつか最後残っていた質問に答えたいと思うんですけれども、御言葉の黙想と解き明かしはどのようにされていますかとかですね、先生のメッセージが簡単だけど深い内容だなと感じますが、そのためにされていることはありますかということで、まあ、聖書に対する取り組み方についての、まあ、ことなんだろうというふうに思いますね。で、僕はですね、進学校で、学んだというよりも、僕は訓練を宣教師の下で受けました。ですから僕はオランダ人の宣教師と5年間、共にいて、その宣教師から個人的に訓練を受けたわけですね。ですから、いわゆる神学とかそういったこと、皆さんが学んでいらっしゃるようなこと、系統的に学んだことはありません。で、むしろ宣教師と一緒にいるときには本当に日常生活をすることですね、さまざまな大工仕事をしたりとか、コンクリート工事をしたりだとか、まあ、そういうことがとても多くて、この一緒に宣教師から座ってですね、この授業を受けるというようなものは一切ありませんでした。むしろ生活の中で、まあ、もちろん僕はこの宣教師が説教するときにその通訳はしなければならなかったですね。5年間で僕自身が説教することはほとんどなかった。本当に数えるほどですね。5年間でほぼ通訳のために僕はですね、しました。ですから、まあ、通訳をどうして学んだということはできます。まあ、ほぼ他は宣教師との日常生活の中で学びましたね。でもその中で振り返ると、じゃあ宣教師は僕を
訓練するときに強調していたのは何だったかなというとですね、彼はですね、するということよりもあるということに強調点を置きましたね。大事なのはあなたが何であるかだ、何をするかということよりもそのことの方がもっと大事なんだということを繰り返し繰り返し教えていただいたですね。つまり何者かよりも私は誰であるかということに重きを置いてくださっていたと思います。ですから牧師という職業はこれは失われます。でも私であるという人間は永久に失われないんです。教師という職業は失われます。立場や地位というのは失われます。しかしあなたがどんな人間であるかというのはずっと永久に持ち続けます。これを作ることが一番大事なんだということをですね、この宣教師は僕に教えてくれたですね。おそらく聖書の学び方もこういうところからを根源にして生まれてきているのかなと思うんですね。でまたこの宣教師がね、朝朝食をするときにいつも僕に言ったことは言いました。エイさんと言いましたね。さあ神様は今朝あなたに何をお語りになりましたかっていつも聞くんですよですね。で僕はその時初めてですね、言い換えれば聖書を読むということは神に聞くということなんだなということを教えられた。つまり神は我々にいつも何か語ろうとしておいでになるですね。ですから我々は心を開いて神の声を聞くですね。でね、当然だと思います。神様は私たちのお父様ですから、ね、でイエス様は私たちの救い主ですから、私たちをいつも御そばに置いて私たちを語り合われます。でちょうどイエス様があの弟子たちと3年半一緒に過ごしましたよね。その中で様々な語り合いがありました。質問があったり、そのように神様は毎日我々に疑問を投げかけ、そして語りかけ、どう答えるかをとても楽しみになさっている、まあ、そういうふうにして私たちは神様の心の深い部分にあることをですね、少しずつ少しずつ分かっていくのではないかと思います。それは実は聖書を学ぶということなんじゃないでしょうかね。まあそういう意味でですね、どういうふうにこの御言葉を学んでいますかと言われますと、以上挙げたようなことが僕には非常に役に立ったのかなというふうに思います。で今一つですね、もし皆さんが聖書を読むときにこうなさるといいな、僕も時々あるいはしばしばやることなんですけれども、聖書の読み方ですね、聖書は皆さんもともとね、本はもともと今黙読が多いですけれども、本はかつては非常に貴重だったんですよ。聖書が書かれたことも聖書は非常に貴重な書物であって、そうするとそれはどんなふうに読まれたのかというと、声を出して読まれたんです。だから黙示録に関してもこれを音読するものは幸いですと書かれています。だからぜひ皆さんにね、やっていただきたいのはぜひ声を出して読むということですですね。で黙示録もこの予言の言葉を朗読するものと、それを聞いてそこに書かれていることに心を止め人々は幸いですとありますから、どうぞ皆さんですね、朗読をなさると、実はですねこういう音読をすることになったのはつい近代的になってからです。で例えば江戸時代はみんな子どもたちはどこで学びました？寺子屋で学んだんですね。寺子屋で子どもたちは学んだんですけど、最も深い教育をなされたと言われていますですね。寺子屋でじゃあそこでなされていたのは、それは素読です。素読っていうのは繰り返し繰り返し声を出して先生の後をつけて読むだけだ。それが教育だった。それが実は実に読むだけで彼らの魂に入っていったとあります。暗記したんではありません。ただ読んだ、ただ声を出して読むことが子供たちの魂を鍛え上げたというふうに言っています。だから明治の時代になってね、その
音読を通過した、素読を通過した人、そうでない人とにおいてはですね、人間の深さが違ったというふうに言われるくらいですから、皆さんも騙されたと思ってですね、今日今言ったことを思い出して、あ、そうだ、本当に神様から聞こうと思ったら、今日の箇所をできるだけ音読してみよう、朗読してみよう。パウロも朗読しなさいと聖書について言っていますから、声を出して読まれることですね。で、そうしますと、聖書は難しくわからないと言われている人が多いけれども、声を出して読み続けるだけで、なんとなく魂にやってくるものがあるだろうと思います。まあ、ぜひ、それも一つやっていただきたいと思いますね。さて、時間が来ました。まあ、そういうわけでお別れしなければなりませんけれども、楽しい時をありがとうございました。できればまた皆さんといつかお会いできたらばいいなというふうに思います。はい、じゃあ皆さんさようなら。